俺のこんばんは、AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、新しくガチャの方が実装されているんですよね。それが、まあ、こちらにあります、氷の宝物ってやつ。どういう仕様なのかわからないんで、まあ、ちょっと回してみようかな、少し。思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、もうログインしてすぐ、なんか、この氷のコインが28枚もらえたんですよ。また補給物資じゃないのみたいな。また補給物資勲章使うやつじゃないんやと思って。で、汎用交換通貨はいつ使うのっていうね、使わせる気ないだろうっていうふうに思ったんですけど、まぁちょっと説明見ていきましょうか。イベント期間中、1回ボタンをタップすると、ボーナスを1つ獲得できると、抽選するたびにレア度の低いボーナスアイテムが取り出される可能性があります。抽選ごとに一定の雪国コインが当たる。あ、まぁじゃあガチャと一緒に出てくるみたいなね。こんな感じなんだ。確率はまあ、そこそこっていう感じですもんね。服が分割されてるのがついな、これ。あと、金色アイテムって書いてますけれど、チケットも入れてますから、チケット入れたらもう、1.6% が銀幕カフェですね。そんな感じっすよ。うん。結構、スキンはね、かっこいいんですよね。結構良くて、服スキン、こんな感じのやつと、あと、重機スキンがあるっていうね。重機スキン。まあ、クールビューティーの氷バージョンみたいな。見た目結構いいっすよね。この材質最近好きだな、これ、こういうのね。まあ、クールビューティーっちゃクールビューティーやからですね、これも。まあ、いいのかなって感じの見た目のものになっておりますね。これいくらさあ課金すれば回せるのかっていうのがいまいちわかんないんだよね。コイン先に28枚なんかはログインしたらもらえちゃったから、あとなんかミッションを2モードバトル2回クリアで2枚もらえるらしいんで、ちょっと先にですね、戦闘軽く行ってから、まあ、こちらのガチャの方回してみましょうかね。あと2枚で溜まるんだったらね、ちょうど2モード2回クリアで OK っていうことなんで、まあ、適当な瞑想でもしましょうか。はい、ということで、まあ2モードですね、2000こなしてきましたけれども、まあ、受け取りましょうか、ミッションの方。瞑想で OK なんだね、これね。とりあえず2回受け取って、まあ、1回分は無料で回せるって感じなんですね。ちょっとじゃあ1回回してみましょうか。こちらの方ですね。でもこの中からさ出る方式なんですよ。絶対出ないじゃんそれ。ゴールデンチップいらないよね。なんか26枚またもらえるっていう感じなんだ。でこれ1回さ出して削れてるやつはどうなるの。これなんか穴開いてるけれど、穴開いてる分に関してはもう出なくなるみたいな。お、0%になってるもんね、出してないな。そういう感じなんだ。でまあちょっとずつ回していけばどんどん穴開いて必要なくなってきますよみたいな感じなんですね。次じゃあまた26枚還元されたから4枚分課金しろと。4枚分いくら、240金券ってことは1つ60金券なんだ。最終的にこれ結構さ、金券必要になってくるやつよね。怖っ。回していきましょうか、こうやって。購入してから回すと。絶対ないね、それな。これでまた削れるから、で、5枚分課金しろってことね。300金券が。これでね、まあちょっとずつ穴開いてっけん。まあ当たりやすくはなりますよってやつか。絶対当たらんじゃん、それね。OK。2つ穴開いて。22枚、次は8枚分480金券ね。次ぐらいから回せんくなっていきそうっすね。はい、絶対当たらないよその流れ。絶対当たらん流れじゃんな。で2枚かけたから18枚ね。でこれで720金券どんどん増えていくじゃん、必要な数。これで今確率何パーぐらい。あ、 1%。 なるほどな。なんだかんだ1万円分ぐらい課金しないとダメとかね。ちょっと課金していきますよ。当てるのに8000円分ぐらい必要かな。なんだかんだそんな感じのイメージですよ。これであと2回ぐらいから回せるの。2回しか回せないってのもやばいけどね。絶対ないよ、それもう。ねえ。これでまた2つかけて、15枚還元と。次、900金。いや、高いなぁ。こっからまあ、必要な金券減るとかあったらいいんですけれど。いや、ほら、チップしか出ないじゃん。ここまで回してチップだけですとかってきついよね。12枚。はい、必要な金券数増える。つら。もう一回課金しよう。結局さ、多くの金券使いますよってタイプのガチャなんで。結局そのタイプのガチャじゃん。これでなんか服とかやったら、もうほら、全然当てさせる気ない。ここまで来てもらうチップだからね。だいぶクソほど闇だな、これね。で、これで1200金券だろう。いや、高いっす。ちょっと。いや、これでリュックきつ。いや、ガチきち、このガチャ。ちょっとしたガチャよりも全然。で、5枚還元された。5枚とかもうないのと一緒じゃん。うぜぇ。次、18。18% で当たりますけれどね。服も 31% とかであるんで。いや、うぜえガチャだな、これ。どこなんだ、このガチャ。回さんでいいやつだな。皆さんは、もう一回だけ回しときゃいいと思うす。正直。俺が人柱になるから、お前ら回すな。ね。次 18% で当たるみたいですけど、10。もっと高い確率ないですか ?30% である。あー、10当たった。もういい、もういい。もう10当たったらいないよ。いない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 。もう撤退だ、撤退。高すぎるわ。さすがに高すぎる。
まあ、なんかコッドでこんな銃あったな。うん、なんか AK の銃であったぞ、こんな。いやー、高いし、割高すぎるんで、まあ、皆さんは課金しなくていいと思います。正直。うん。正直も。いやー、きついな。きついタイプのガチャだな、これは。気にならね、当たりましたけれど、そんないるかって言ったら、いらんからね。これね、どうせなんで、まあ、拡張しましょうか。俺さ、27そんないいやつつけてなかった。あ、まあ、ドラゴンフォースか。もういいだろ、ドラゴンフォース。引退だ、引退。27拡張しましょう。こちらの方、一気にね、2段階拡張していくと。OK でーす。これで、装備すると。結構でも、見た目は良さげなんで、射撃場で見ていきましょうか。てから、どんな感じ？結構でもかっこよさげな。銃じゃない。お、だいぶかっこいいね。うん。いや、でも、意外と微妙？正直な話。正直な話、なんか、いや、意外と微妙かもしれんぞ。いや、そんな光沢ないからね。これ、入手したらわかるけど、あの、実際の戦闘で見ると微妙なタイプの銃だな。うん。あの、AK とかはね、すごい実際の戦闘で見るといい銃なんですけど、こいつは実際の戦闘で見ると、あの、ダメだね。ハズレだな、これ。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、クールビューティーのリメイク多すぎ問題と、そうですよね。まあ、クールビューティーもそうですし、クールビューティー拡張も多いですし、ジェイドビューティーもそうですし、グレーズビューティーもそう。ね、ビューティー系はめっちゃ多いですよね。どんだけビューティーだみたいな。次はホットビューティーかみたいなね、ホットペッパービューティーもあるぞみたいな感じですよね。ツイッターで言いましたけれど。まあ、結構多いですよね。秀逸なまあデザインではありますので、擦られるっていうね。まあ、そこそこまあ、クールビューティーも未だに人気なんで、まあ、そこら辺を擦っていくっていうのはあるんでしょうね。まあ銃剣とかが特にですね、まあ秀逸な感じの見た目ですし、まあ運営側からしても擦ってもしゃあないのかなっていう、まあなんもない時期のガチャの要素としてはいいんじゃないですか。まあでもこれを補給物資の補給勲章のガチャだったりとか、あとはまあ栄光勲章のガチャとして実装していないのが、まあこうや行動運営だなっていうふうに思いますね。で次ですね、前からある勲章も交換チケットも使えないの草と、そうっすよね。補給勲章を使うガチャでもないですし、栄光勲章を使うガチャでもないですし、完全に集金しに来てるっていうね、補給勲章を使うガチャ実装する気あるんですかね。なさそうな気するんですけど、まあ稼げねえからこうしようって感じなんですかね。まあ毎年なんかクリスマスってやっぱり要素薄いっすよね。今回もなんだかんだしれっとクリスマスっていうワードが使われていて、これが実質クリスマスガチャでしょ。要はいやーちょっときついっすよね。電動のスキンと同じやんみたいな、今シーズンのバトルパスのスキンと同じやんみたいなね、そんな感じには思うんですけれどね、どう思います。で次ですね、これ天井とかありますか。あとまあ今回のガチャ天井は一応ですね、9回目以降から金枠の確率が 100% になるんで、まあ、9回目以降はまあその天井っていうか、まあ全部金幕出せるようになるって感じですね。まあ、全部排出しようとすると、まあ2万円ぐらいですかね、かかるようなガチャっていう風になってまして、ガチャってかなんだかんだね、これね、まあ、買い切りのあのよくあったでしょ昔、まああれと一緒っすよ。ごまかしてるだけで形を、まあほぼ一緒なんで、めっちゃ運良かったらまあ金幕なんか出るかもしれませんけれど、まあ最初が 1.6% ですから、まあ結構100人に1人か2人ぐらいしか出ないんで、まあそんなもんと覚えておくといいと思います。で次ですね、仮に10年後コアコードが終了したらアプリも焼けなくなり、ただのゴミになるんですかねと、まあそのコアコードが終了していたら、まあ、ゴミになると思いますよ。すべては無に帰る。還元とかももちろんないと思いますし、まあ、それは当たり前じゃないですか。まあ、趣味に対する投資なんてどれもそうですよね。まあ、僕、釣りとか自転車とか好きですけれど、その趣味もやらなくなったら、ね、何も残らないっていうね。まあ、極論、まあ、手元に釣り竿とか自転車とか残りますけれど、まあ、それを売って、大したお金になるんかってことはなりませんからね。二足三文にしかならなくて、むしろその売る手間が煩わしいっていう人も多いと思いますし、人によっちゃはね、うん。まあ、手元にそのゴミが残るのがいいのか悪いのかっていう、まあ、そこはですね、まあ、人によって変わってくるのかなっていうふうに思います。で、次ですね。今更なんですが、荒野行動ってなんか特別な意味があるんですかと。まあ、タイトルに付けてる理由っすよね。まあ、あれは検索のメタワードですね。どういうことかっていうと、まあ、検索、どういうその検索ワードから自分の動画へ流入しているかっていうのが、まあ、YouTube のその、スタジオの方で見れるんですけれど、それで見ていったときに、荒野行動ではなくて、荒野行動で、まあ、検索されているケースが多いっていう。多分ね、皆さんその、まあ、たまにめんどくさくて、まあ、変換せずに荒野行動って検索してる場合ってあると思うんですけれど、それを YouTube 側が、荒野行動ではなくて荒野行動で、まあ、判定しているから、まあ、荒野行動であなたの動画が検索されましたって出るんですが、まあ、ここのねワードをまあ、取っておくことによって、まあ、すごい有利に働くんで、僕は荒野行動っていうのをタイトルにつけてるんですよね。単純なその SEO 対策です。で次ですね、パラシュートのくしゃみロケット、あれほぼ金額ないよと、あれ欲しかったんですけれど出なかったんですよね。あれがもしも僕入手できていたら、あの完全にあれミサイルじゃないですか、テポドンですもんね。うん、まあ、なんであの北朝鮮のあのね、あのめっちゃ有名な金魚を流しながらネットイースの本社にガチャ爆死したんで、あの突っ込んで高所のネットイース本社を爆破するっていう動画作ろうかなと思ったんですけれど、持ってないから作れないっていうね。あのもしもその持っている人で、あの飛んでいる時の動画撮れる人、僕のあのツイッターのリプにくれると嬉しいですね。はい、できれば高画質なやつよろしくお願いします。それで作りたいんで、